様でした。お疲れ様です。本戦出場おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直な気持ちを教えてください。プラチナシリーズのプロツアーで決勝トーナメントに行ったことがなかったので、メインドローに行ったことがなかったので、とても嬉しいです。苦しい戦いがすごく多かったと思うんですけれども、こう勝ち切れた要因っていうのは どんなところだったんでしょうか。そうですね、先ほどやったオーストリアのハーバーソン選手は過去2回やっていて、どっちも負けているので結構苦手意識があったんですけど、まあ、1-3 に慣れて、1-3で負けていて、そこから結構吹っ切れてプレーすることができたので、そこが結構良かったかなと思います。あの9個力は最後なんかポンポンって頭を押されてましたけど、なんか何を言われました。あ、なんか今日のさっきの勝ちは私が一番嬉しいやっぱそれ言われるとどうですか。あ、自分なんか金さんに褒められて嬉しかったです。あの、まあ、明日も厳しい戦い続くと思うんですけれども、はい、明日に向けて意気込みをお願いします。まあ、明日、まあ、初めての決勝トーナメントですし、まあ、相手も格上なので、思い切って自分に向かって自分のプレーをしようと思います。ありがとうございます。その頑張ってください。お疲れ様でした。カンカンでした大丈夫ですよお疲れ様です。